就活応援企画、内閣人事局のホームページでですね、はい、こちら国家公務員っていう名前でですね、はい、各官庁のなんかイメージのイラストみたいなの書かれてるんですよ。ちゃんとモデルがいらっしゃってっていう感じなんですよ、はい、警察庁の方お綺麗な感じで、はい、で農水省はこんな感じ、はい、なんかこう健康的でちょっとこうハンサムな感じの、あやたら農林水産省のイラストがすごい人気あってですね、確かに爽やかだから世間的なイメージはこんな感じなのかなと思って、最近その国家公務員のちょっとこう志す方が減ってるみたいな聞くじゃないですか、はい、それってですね、まあいろんな原因あると思いますけど、一つはですね、仕事がイメージしづらいってなると思うんですよ。どういう人がどういう思いで働いてるのかっていうのをしっかりこうカメラの前で伝えることが大事だと思うんですよ。今からするのは連絡用の携帯ありますよね、はいはい、職場用の今から電話してもらって、誰でもいいです、あります、誰でも電話してもらって、はい、で撮影許可まで取って、はい、でここに来てもらって、はい、自分の仕事について紹介してもらう、うん、本当に打ち合わせしてないですからね、今からです。あーこっから探す感じですか。そう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 、あ掲示板からダメだちょっと待って、早くしないと帰っちゃいますよ、結構みんな。そうなんよ、九州の人、金さんって知ってる、あのめっちゃ優秀な方ですよね。そう、国際金科の方です。つながりました。あと今実はですね、あ大丈夫ですか。いい、ありがとうございます。なんか髪短かったですっけ。あ、そう短かったです。森林法っていう法律をなんか持ってるところなんですよ、はいはい、日本の森林を守るためにこういうところでは切っちゃダメですよとか、切るときはあの伐採届け出してくださいとか、はい、すごい地味なんですよ。文章を持ってきてもらってなんか添削するみたいな、なんか偉そうに赤でなんかここはなんかまたはじゃなくてお呼びじゃないでしょうかとかって書いて、あー文言のそれ細かいところとかですねでもそこがやっぱりちゃんとしてへんと、ルールがちゃんと下日本語で書かれてないと当然なんか読む側も困るし、それを運用していく側も困るので、なんか地味だけどすごい大事な仕事かなと思います。なるほど、皆さん林野庁に来てください、よろしくお願いします。工作さんとか出てくれないかな。もしもし、お世話になります。すいません、上田さん今、あーわかりました、ちょっとまた来ます、すいません。松本さん今もしかしてテレワークですか。あーマジっすか。なんかピリピリしてる感じ。わかった、なんかお前も最近大変そうだね。通話中4連敗くそ、野田さんはすぐ呼べたのに西村今離席してますかね。じゃあ今忙しいってもらったりとかできる。よし、家だぜ。うぃー、ごめんね、あの、すみません、水産庁の、あ、新弟子、あ、ちょっと曲げが言えない、あー、曲げ言えない、新弟子じゃなくて、あの、違うんだ、職員、職員です。あー、職員か、あー、職員、あ、ガミ触ってみてください。めっちゃパキパキです。パキパキです。うわー、パキパキなんですか。それはもう、いいジェルですか。台風でも、台風が来てもこの髪型キープできる。そうなんだ。いくつか仕事はもちろんあるんですけど、はいはいはい、メインとしてやってるのは、はいはい、水産エコラベルというですね、はい、認証制度、はい、まあ、民間企業が認証している制度なんですけど、はい、エコな魚、水産物に対してラベルを貼って、はい、それをみんなで買おうと。なるほど。本当突然ですね。食料農業農村政策審議会っていう、まあ、審議会を、まあ、その委員を2年おきに交換するんですけど、まあ、改選にあたってのちょっと業務を今やってまして、まあ、どういった人がいると、まあ、より農業政策についてこの議論活発になるかなとか。砂糖の需要拡大運動。はあ、はあははあ。のありがとう運動。ありがとう運動ですね。低糖質がブームになってますが、砂糖にはいろんな効用があったり。いいところもあるので、もう毎日スイーツ1個食べてくださいスコーンとか。ああいいですね。すいません課長、はい、あの真ん中の方に野田さんの上司でいらっしゃる西課長です。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、西課長すごい声が通られますね。はい、そうなんですよ。体はちっちゃいんですけどね、私の声は廊下にいてもよく聞こえるんです。
水省の所管の国際交渉、はい、もう皆さんが最近一番最近に聞いたニュースだと多分 RCEP とか日米貿易協定とか、はいはい、日英イギリスの EPA とかその前は TPP とか、はい、国際機関だと WTO とか、はい、G7、G20、はい、そういう国際会議の場の交渉部分、それが国際会議で日本の農林水産業、農産漁村、食品産業、日本の食料の安全保障、はい、こういうことについてが日本の立場を主張するとともに国際社会のそうしたいろんな成長繁栄に先進国の日本として貢献していこうっていうことを国際部でやってるんですね。なるほど。でその国際部でいろんな業務をやっている中の取りまとめっていうか、はい、部全体の皆さんが必要な予算が確保できて、うん、皆さんが一生懸命こう仕事がちゃんと課ごとにできてっていう、まあ、マネジメントですね。なんか国際部全体の、まあ、取りまとめって言いますかね。そういう感じなんですね、はい、で私自身もその広報をちょっとやっていたので、はい、あそうなんですか、はい、やっぱり発信大事だし、はい、伝えるんじゃなくて、はい、伝わるようにね、あそうですね、相手の皆さんが何に関心があって、はい、なんか農水省の役人はね自分が普段書いてる言葉をこう伝えちゃうと思うんですけど、 そうですね、それは私たちが言いたいことであって、はい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 、相手の聞かれる皆さんは農家さんなのか食品事業者なのか運んでくれる人なのか消費者なのかでみんな違うし、世代でもね高齢者の方と、それから今子育てで子どもの健康に関心がある人たちは食料の見方も違ってくるので、どういうふうにお伝えをしたら農水省がやってることが伝わるかなっていうのが私はとても大事だと思っているので、そうですね、情報を出してはい終わりっていう仕事じゃやっぱり良くないなっていうのも思いますし、それがどういうふうに受け手に伝わったのか、国民の方々に伝わったのかっていうまでが僕たちの仕事なのかなっていうふうにちょっと今思ってですね。でね、本当伝わってるかどうかっていうのはコメント欄でね、ああ私もあのコメント欄見てやっぱりとても嬉しく思うことが多くて、あなるほど、バズマフ視聴者の皆さん、ここで新たな発見がありましたね。皆さんのコメントを幹部が見てるっていう、はい、もう私全部チェックしてます、はい、そうなんですか。